アンドリュー・ジャクソン・ジャクソン流民主主義は、アメリカ合衆国の大統領アンドリュー・ジャクソンと、その支持者の政治哲学のことである。ジャクソンの政策は、トーマス・ジェファーソンの足跡をたどっていった。当時のジャクソンの民主党は、ホイッグ党がライバルであった。ジャクソン流民主主義をもっと大胆に定義すれば、ジャクソンの哲学が優勢であり、時代の精神でもあった。1824年から1854年の第二政党制時代ということもできる。それ以前の政治で支配的であったジェファーソン流民主主義の性格とも常に対比される。ジャクソン流民主主義の時代は、それまで選挙権は土地所有者に限られていたものが、あらゆる成人の白人男性市民に広がり、普通の人に対する見方とその力が著しく上がった時代であった。ジャクソン流民主主義をジェファーソンの時代と比べると、アメリカ合衆国議会に対して行政府と大統領の力が強くなり、また政府に対して大衆の関与を広く求めるようになった。ジャクソン支持者は資産階級よりもあらゆる白人男性に参政権を与えることを信奉し、政治家がその支持者を管理ポストにつけることを可能にする後援会制度を支持していた。そうすることで、特権階級の力を弱め、貴族政治の台頭を阻止できるとしていた。指名ではなく選出された判事を要求し、その価値観を反映させるために、州憲法の改定を要求した。国全体を見れば、マニフェスト・デスティニーという言葉で領土の拡張を正当化し推進した。ジャクソン支持者とホイッグ党の間では、奴隷制についての論争を避けるという暗黙の合意があった。ジャクソン流民主主義の時代は、ジャクソンが大統領に選ばれた1828年から、奴隷制の問題が大きく取り上げられた1850年以降まで続いたということもでき、その後は南北戦争がアメリカの政治を作り直して、第三政党制時代となった。ジャクソン流民主主義にはいくつかの原則からなっていた。1824年、アメリカ合衆国大統領選挙では、6州を除いて、すべての自由白人が資産の制限なく投票できた初の選挙であり、最終的にはアメリカ合衆国会員の決選投票で選ばれたものの、ジョン・クインシー・アダムズは普通の市民によって選ばれた最初の大統領となった。社会階級の問題はそれ以降も多くの歴史家によって議論されてきた。ジャクソンに対する敵対者短命村党は、その大統領と副大統領候補を選ぶ指名党員大会で選挙権をさらに広くした。ジャクソンは、米英戦争で罠猟師や貿易業者の立場に立って戦った戦争の英雄であり、普通の人にとってわかりやすい人であり、政府の行動に形式張らないことをもたらした人でもあった。ジャクソンは葉巻をふかしながら普通の人との対話で政治を語ったので、ジェファーソン時代の堅苦しい集会とは対照的だった。時にはジャクソンの古い親友達から台所内閣と言われているとも忠告された。1824年から1832年という期間は政治的には混乱していた。連邦党は死に絶え、有効な野党はおらず、古い民主共和党はしぼんでいた。各州では多くの政党がいたが、州の境界を越えることがなかった。政治的党派の合唱連行が行われ、政治家は党派を移り歩いた。元民主共和党員の多くがジャクソンを支持した。他の者はジャクソンに反対する者、例えばヘンリー・クレイを支持した。元連邦党員の多く、例えば、ダニエル・ウェブスターはジャクソンに反対し、ジェームズ・ブキャナンのような少数がジャクソンを支持した。1828年、ジョン・クインシー・アダムズは派閥を糾合して、国民共和党を作ったが、ジャクソンに敗れた。1830年代までに、ジャクソンの民主党とホイッグ党が、国全体でも、州でも政治的に競い合うようになった。ジャクソンは、政府における市民の影響範囲を広げると公約し、実行した。ただし、その方法に関する議論がないわけではなかった。ジャクソンの政策は、国立銀行を終わらせること、西部への拡張、及び南東部からインディアンを移住させることであった。ジャクソンは政治的な急進派のヘンリー・クレイや保守派のジョン・カルフーンのような反対者からは専制者として非難された。ジャクソン流民主主義は一般市民の政治参加の機会を増やしてその影響力を行使し続けたが、エイブラハム・リンカーンの大統領選出と共和党の台頭によってほとんど死に絶えてしまった。ジャクソン流民主主義は、ジャクソン自身の政治的決断によって、おそらく1837年の経済的恐慌を引き起こしたことでも知られている。ジャクソンは、政府の役人に選出された者の中から反対党の者を締め出し、選挙協力に対する報酬として、彼の支持者をその後釜に据えるやり方を取った。議会が反対党に支配されても拒否権に頼ってその動きを牽制した。ジャクソン自身に加えて、その2番目の副大統領であり、民主党を結成するためにキーとなった者の一人、マーティン・バンビューレンも大統領になった。バンビューレンはウィリアム・ハリソンに敗れた。ハリソンは就任後30日で死に、その副大統領ジョン・タイラーはすぐにジャクソン流民主主義に傾いた。タイラーを継いだのがジェームズ・ポークであり、断固たるジャクソン流民主主義者として最後の大統領になった。ポークの任期中及びその退任後は奴隷制問題で民主党もホイッグ党も割れてしまい、ホイッグ党は解党して共和党に置き換わることになった。ありがとうございます。